どうもこんにちは、つばたろうです。今回は、えー、仮面ライダーシリーズの新キャラが、村子さん、ラコさんのツイッターで発表されたので、えー、性能をね、見ていこうかなと思います。えー、ま追加されたのは、星6の、えー、仮面ライダーセイバー。スキルが、えー、左端一列を回復、右を火に。えー、そして変身系ですね。はい。変身前のパラメータはそんなには強くないですね。で、変身すると、 えー、ランダムで非光、回復ドロップを10個ずつ生成。ほ面白いスキルを作ってきたな。まあ、最大コンボで言っても9コンボで止まってしまうけど、まあ5ターンで打てる。 9コンボ確定人って考えると割と悪くないんじゃないかな。で、そしてリーダースキルの方が、えー、火の火全パラが1.5倍、HP50% 以上でダメージを半減。そして火を4つ以上繋げて消すと攻撃が10倍、固定500万ダメージと。はい、えー、これ 2way とか、レッツとか、まあそれぞれ対応してていいリーダースキルなんじゃないでしょうか。で、えー、覚醒の方もですね、そんなにあのー、悪くない。まあ、 まあ、バインドはくっつけらんねえのかとか思いますけど、まあ、あのー、妥当な性能してると思います。まあ、ただ、体勢がこれといって、雲もテープも、えー、お邪魔も毒も何もないので、まあ、単純な火力要因プラス確定急コンボ要因。 になるのかなリーダーとしては微妙な感じもするんだけど、正直固定500万ダメージは割とうん、いいなーって思います。しかも最近無効貫通とかもね、これで対応できるようになったらしいですね。いい構成が入ったので、こういう系のリーダースキル、ちょっとね、今後どうなるかね、動向を見守りたいと思います。はい、そして、えー、アシスト武器の方ですね。わ、えー、かりやすいですね。暗闇3つと、えー、HP 増えるのが、 2つで、そしてスキルの方が、えー、ここは変わらずですね。はい、変わらずなんですが、イハンスが代わりにつきますと。まあ、なので、まあ、9コンボ以上発動させたい。まあ、まあ、あとは10コンボかな。発動させたい系の、えー、っと、リーダーフレンドで挑んだ場合にこれ使って、もう確実にワンパンしていくみたいな運用ができるので、非常にこれはいいのではないかなと思います。 はい。続きまして、仮面ライダー、ブレイズですね。似たような性能、えー、覚醒はしてるんですが、スキルがね、もう振りやすくなる系で、結構違いますね。で、えー、進化後じゃなくて、変身後はどうかというと、えー、コンボ強化が3つと、さっきのは、えー、超コンボ強化1個あったけど、それがなくなってコンボ強化と。で、そして、無効関数が2つになったわけ。 とあーなるほど。で、こっちの方は、えー、単なる変換ですかね。そこまでいいとは思わないですけど。そしてリーダースキルの方が、えー、これさっきの火と同じようなスキル、リーダースキルになっていますけれども、まあ、さっきも、えー、似たようなこと言いましたが、そんなになんか、うーん、まあ、動向を見守りたい、見守りたいぐらいですかね。そんなに15倍で、まあ、半減、うーん、正直今の時代だともっと強いのがいっぱいいるんで、ちょっと、 そう、ここら辺が使われるのかっていうのは気になるところではありますね。はい。そしてアシスト武器ですね。えー、攻撃キーラーとスキブ。まあ、これはシンプルにいいでしょう。強いと思います。ランキングダンジョンとかで使われると思いますし。で、えー、スキルの方はそんなにまあ、いいとは思えないんで、まあ、どっちかっていうと、これはもう攻撃キーラーとスキブ、こっちのセットで使うみたいな方向性で考えて間違いないでしょう。 はい。続きまして、えー、これも星6ですね。仮面ライダー、オーズ、コンボ強化3つと、えー、ガードブレー。あ、これはいいですね。ガードブレがあるのはシンプルにいいです。ランダムで使われる。で、えー、全ドロップを、引き光に変化。消せないドロップ。あ、もうなんかこういう系が、うん、やたらと増えてきましたね。ねずこしかり。で、リーダースキルが、えー、マシンタイプの全パラ2倍。 三色同時消しで8倍にコンボ加算と、まあシンプルですね。まあただ耐久性にはちょっと難ありっていう感じなんで、まあこれはリーダーはあまり使われないでしょう。続いて、これ星7ですかね。タジャルコンボ。はい。えー、火の列4つとスキブと。うん。おーおお、スキルがなんかすげえな、これ。ええー、敵全体200万の固定ダメージ。これは面白いね。バキの あのー、次郎あいつ1000万とか単体に出してたけど、どっちかっていうとこれの方が使われそうな感じしますね。まあ単体より全体の方が、うん、割と周回ではね、あの、重要になってくるんで。で、そして、えー、プロミネンスドロップ。火の攻撃力が6倍。火を6個以上繋げて消すと攻撃が4倍。固定1。うん、もう周回マシンですね。これはわかりやすく周回マシンですね。はい、そして、えー、シャウス、シャウターコンボ。えー、敵の 攻撃を2 2タターーンンンンらせる、えー、2ターンの間エンハンスとなるほどなるほどで、えー、マシンキラーと、えー、悪魔キラーがついていますとで無効貫通あるんでまああの特定の条件下であの力を発揮する系のこれですね、まあ、普段別にここのキラーが刺さらない敵にはそんなに強,きで強くは出れないまあ初戦、ね、で、6. 2.5の2.5で6.25倍しかうん出せないんですけど、まあ、これがね悪魔とかマシンを 対峙したときにはもう、あの、火力ソースに、十分な火力ソースになると。で、リーダースキンの方が、8コンボ以上で攻撃力が18倍、回復は4倍と。はあこれはまた、えー、っと、まあ、半減して2コンボ加算。なるほど。うん。これ何かと組み合わせる系の性能っていう感じがもう、プンプンしますね。まあ、固定ダメージ系と、つなん、繋げるのがいいかなと思います。っていうのも、まあうん、8コンボ以上ね、加算とか、えー、4つ以上繋げて消すとか、結構あのー、 回復を5個消しするには厳しいっていう条件があるんで、まあこれはまず間違いなくなんかフレンドかなんかで。まあこれは固定ダメージ持ちか。まあもしくは、えっと、加算、加算系で組み合わせて、回復の5個消しをしても8コンボ出せるみたいなパーティーに組み込むんだと思います。はい。そして仮面ライダーオーズ、ブティと、ブトティラ、プトティラコンボかな。うん。えっと、ウェイが5つ、はーなんか、 最近なんかウェイが、うん、押してるのかな、公式さんも。仕様変わりましたしね。リターンの間、えー、1.5倍かデキスナイドロップ覚醒。いや、これは微妙なんじゃないかって思っちゃうな。光と闇の攻撃3倍、7コンボ以上でダメージ半減。闇を、あでもリーダースキルは強いですね。 うーん、リーダースキルはなかなか、えー、でも15倍しか出ない。えー、けど、3コンボ加算があるんで、実質そこでそこは、あの、火力が上がっていくって感じなんでしょうけどうん、ちょっとね、スキルでね、あの、バインド回復ないのに意外と痛いんですよね。消せない覚醒無効、バインド、全部対応してほしかった感は、正直否めないですね。 はい。そして先ほどのオーズのアシスト武器の方ですね。陸武器に毒と HP500 増えるのがつきましたよって感じ。で、スキルの方がエンハンスと、えー、回復とドロップの操作時間が3倍と。まあ、あの、割と周回というか、簡単な周回するときにあの必要になってくる系のスキルではありますけど、必需品っていう感じもしないので、今回の新キャラに関してはそんなにそそられる部分なかったですね。はい。これが奇界みたいです。ちょっと一部しか今出てませんけど。 はい、これね、村子さんのツイッターの一部を今出してるんですけど、えっと、いいねとかね、リツイート数見てみても、やっぱり、こっちの子がね、今一番、あの、単体では、いいね、されていて、で、水の子はそんなにされてないみたいですね。で、そして、この、アシスト、やっぱり分岐するやつみたいですね。ま、ここはさすがに、ま、納得の、うん、いいねとリツイート数っていうところ。ま、ただ、こんだけ、派生があって、こういう感じなんで、ま、シンプルに期待されてんのは、やっぱり、 こういう性能なのかもしれないですね。わかりやすく、急コンボを生み出したりとか、固定数を生み出して、えっ、ー、と、ちゃんとね、軽くが出せるっていうところなんでしょうかね。はい。えー、僕としては、えー、今、ガチャをに課金してない僕としては、どれも引かなくていいなっていう印象があります。はい。えっ、ー、と、今回は別に、あの、強いでも、めちゃくちゃ強いでもないし、ランダムに必須級がいるわけでもないので、まあ今回は、えっ、ー、と、石をセーブしておきたい人は、スルーで、えー、いいと思います。 はい。というわけで、この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。